坂本勇人さんが選ぶプロ野球ヤバデミー賞。ヤバデミー賞、はい、ヤバデミー賞、何ですかヤバデミー賞。いや、31歳の若さで2000本安打達成して、うん、でもう17年も、ね、プロ生活を終えられて今、はい、この人ヤバって多分思う瞬間っていっぱいあると思うんですよ。そういうね、だから今この今までの17年の中で見てきた、うん、この人ヤバな対象をぜひ、はい、決めていただければなと。人としてヤバいとかやろ。ああそう、そう、そういうのも、そういうのも、はい、人としては僕は言えないです、誰にも。はいね、ボケ取ったぞ今お前。でもほらヤバいっていろんな意味がありますから。まあそうですね、いい意味もあるし、いいちょっとね危ない意味もあるし、はい、いろんな意味があるんで。ハヤトはでも、ね、女性人気やばいと思う。俺ジャイアンツで今までずっといたけど、もちろん吉野部もすごかったけど、うん、ナンバーワンじゃない。あ、え、吉野部さんを以上だと思う。超えますか。俺は超えてると思う。え、どういうところでその超えてる。やっぱり球場とか見てもハヤトのそのユニフォームとか、ああいうタオルとか多い。本当にお前ばっかりやもんな。いや、そんなことないです。俺帰ってきた時そうやったもん。お前ばっかりやったもん。そうでもやっぱ今ね、地上波とかも減ってるし。地上波減ってるけどお客さん増えてるんでしょ。まあみたいですね、うんうん、だから地上波で見れない分球場に行こうとか。確かに、まあ、一応 BS とかね、そういう CS のあっちの方もあるけど、うん、球場で行くお客さんがすごい増えたなと思う、ね。まあ、あとはあのコロナ禍を経てね、やっぱりこうリアルいいなみたいなね、うん、そこもありますよね。ハヤトのグッズとかってすごいやろ。なんかずっとずっと1位は1位だった。今でも1位。いや、わかんない、それは。最近は全然知らないですけど。だってジャイアンツも結構いろんな昔とよりもね、そうそう、なんかほらアクリルスタンド、アクスタ出してましたよね、ジャイアンツ。アクスタ、うん、アクスタ、あのちっちゃいアクリルの、はい、その選手のこう全身のこう写真を使われたスタンド で、はい、で結構ファンの人たちって、例えばまあカフェに行ったりとかした時にこうやってこうこのカフェの飲み物を置いて、でここにアクリルスタンドを置いて、でなんか推しとカフェに行ってきたよみたいな投稿するんですよ。っていうのをジャイアンツがなんか私服バージョンとユニフォームバージョンと多分出してましたよね。いや、なんかグッズいっぱい出しすぎて分かんないんだ本当に分かんないです。こんなのあるんだとか、その選手は全然多分みんな把握できてないですよ、だからあれですよ、ファンの人たちは新幹線乗る時とかも窓のとことかにそのアクスタ置いて、アクスタ一緒に旅行行ってますみたいなのとか、そういうのをこうアップするわけですよ。 今コーヒー、バリスタのコーヒー頼んでる。バリスタ、バリスタ、急に親父ギャグ入れてくるんです。めちゃくちゃ親父。どこで切ろうかなと思って。いやいやいや、だからやっぱでもそういうですね、ファンの人は何個、100個ぐらいあるの種類。いや、わかんないです、本当にわかんないですけど、多分給料明細に入ってると思う、グッズのそのあれが。結構やっぱり給料明細見たことない。そのまま、いや、見たことない、渡すんで見ないです。あ、見たことない。そうか、見たことないっていうか、まあそうですね、なんか見ないですね。お金がもう、いやいや、そういう、あの、嫌味になるじゃないですか、うん、なんか嫌な感じじゃないですか。じゃあ本当にそのままこうゼリーさんにします。そうだね、だって神だけやもんね、はい、あれ。そうです、神だけなんで。俺ら見ても分からへんもんな。見ても分からないし、うん、ファンレターって週に何通ぐらい届くんですか。いや、もうそれ球団に届いてるんで、うんうん、じゃあ月ごともらってんの、球団から。あ、もちろんあの、置いて来ましたよみたいな感じはありますけど、うんうん、どのぐらいだ、やっぱ段ボールに入ってくる感じじゃないですか。昔はでもそうですね、なんかすごかったです。キャンプとかちょうどバレンタインの時期でしょ。あ、そうですね、やばかったんじゃん。いや、まあまあ、でもそんな段ボールでもないって感じじゃないですよ。段ボールでもチーム内では多い方だなっていう。何箱くらい。いやいや、その覚えてないですけど。だって俺でさえ2箱ぐらい来てたからね。俺でさえって、ちっちゃいやつ2つ、ちっちゃいやつ、おいこのくらい、ほら段ボールもこんな段ボール、おいと6個ぐらいかなみたいなひどいな。どのヤバいからいけましょうかね。でも早いとか、だから今までで、ね、まあ、野球やったら野球の対戦で、うんうん、例えばこいつ打てねえなみたいなやついた。打てねえな、うん、なんだろう、これちょっと打てねえやとか、そんな感じだ、うん、僕線が得意じゃないですね。ああ、それ変化球ですか。いや、もうまっすぐとあのフォークですね。やっぱでも対戦そんな多くないでしょ。まあ、そんなめちゃくちゃ多くないパ・リーグだから、パ・リーグ、セ・リーグなんで、ね、
ちなみにストレートやばすぎでしょうと、うん、変化球やばすぎでしょう選ぶんだったら、ね、厳しい厳しい言及です。厳しい、そう本当に嫌だそのシステム、私ゼロになっちゃう。ストレートは、はい、もうやっぱ佐々木朗希が一番やっぱちょっと群抜いて早いですね。ちょっと違う、はい、違う。どういう感じなんですか。いや、まあ、あのフォームはやっぱこうちょっとしなってダイナミックなフォームじゃないですか、うん、なんか球の質がセリーグって速いピッチャーがいるってイメージあんまないよね。うん、確かに。やっぱりそういう速球派って全員パ・リーグのイメージが多いですね。由伸、ね、うん、もそうですし、ね、なんかそういうのでやっぱ対戦交流戦でするとビビるっていうか、まあ、すげえなって中継ぎにの多分ピッチャーのスピードとあんま変わんないと思うんで、みんなやっぱ今はもうセリーグのパリも150キロ以上絶対投げるんで、その155キロぐらいの球にびっくりすることはないんですけど、うん、佐々木朗希別格に速いですね。これはフォーク来たら打てないでしょってなっちゃいますね。あのフォークもやばいもんな、ね、特にマリンの時はなんかめちゃくちゃ 風の影響とか、ね、風もちょっとあるんで。でも僕はやっぱ千賀がトータル的にはなんかすごいなって思いながらいつも対戦してましたね。思わず打席でやばって言っちゃった選手っていますか。それはあの長川さんですね。広島のフォークピッチャー、はい、のクローザー、まあ、僕19歳の時、ああ最初の時にね、最初はプロ入ってやっぱ一軍のピッチャーで、うん、まあ、みんなすごいと思ったんですけど、うん、あの人のフォークは多分見たことなかったようなフォークで、うん、これはやばって思いましたね。やばってなったんですか。もうやばってなったっすね。落差本当に上から下って、ね、マジで本当に投げた瞬間、うん、マジでこの辺なのに、うん、振ったらワンバンしてるみたいな感じだったっす、あの方がすごかったね。スライダーはダルさんですね。ダルやっぱり強い、まあ、スライダーって言ったらもうダルっていうイメージがついてる ね、うん、なんか加速して強かったイメージですね、まあ、まあ全部良かったんで、うん、なんとも言えないですけど、ダルビッシュさんすごく器用なイメージがありますね、うん、いやだって持ってる変化球何種類あるんだって、うん、多分全部投げるんじゃないですか。すごいよな。マジですごいですよね。欲しかったな。欲しかった俺も欲しかった。ああその器用さ、いやでも僕これ何にもごまするとかなく、うん、コントロールはもうナンバーワンにいいっす。おーコントロールやばい。もうナンバーワンっす。あら感動するレベルっすね。あのやっぱショートから守っててもそうですし、うん、でそれこそもアメリカ行く前も見てるし、行って帰ってきてからも見てますけど、うん、もうすごいっす。マジ感動しますね。精密機械みたいな。いやもう本当になんかもうストライクマジでいつでも投げれるじゃんっていう。で全く同じ腕の振りでフォーク投げるじゃないですか、はい、それまたそれもコントロールできてるんで、あこれはねすごいなみたいな。あ気持ちいい。本当に今の3回な。今の1分ちょうだい。長い1分ちょうだい。長い長い。いや本当あれ感動しますね。ありがとう。やっぱりそれショートの守備位置から見ても全然違うもんなんですか。全然違います。そういうピッチャーが投げてるとき後ろ守ってるときってどんな気持ちなんですか。いやめっちゃ楽っす。だからその投げミスしないんで動くよね。コースあーだからこっちでこのバッターだとこんな感じだなってもう全部こう予測できるんで、めちゃくちゃ、あとテンポめっちゃいいんですよ。ハヤト覚えてないかもしれんけど、俺がファームに、ハヤトも多分怪我でファーム行った時抜擢したことあるの俺、ハヤトに、うん、へぇ、俺ちょっとすごい覚えてるんだよそれ。なんで、何があったんですかその時。いやいやいや、ハヤトに俺投げてるわ。あ、そんな感動、まあ、そんなめちゃめちゃ真剣ってわけじゃないけども、うん、俺がすごい楽しく投げてた覚えてる。あったっすあったっす、うん、どうでした上原さんの抜擢。ちょうどあの時は、ね、室内やったのよ。なんか、うん、そのコントロールめっちゃいいの分かってるんで、うん、練習としてはめちゃくちゃありがたいです、ね、変な球来ないし安心感しかないんで。やっぱりテンポの良さもすごいですもんね。テンポとそのあのコントロールは見たことないですね。マジですごいと思うんです。あと牽制もめっちゃ速いです。牽制もめっちゃ速いです。やっぱ全然違うもんなんですか。いやもう全然違いますね。やっぱりそっか、守備のリズムとかにはやっぱり影響してくるんですね、本当ね。あれで、だってめちゃくちゃ球も速かったんですもんね。勝ったいやめちゃめちゃ速かったわけじゃないよ。でも40が、先発の時45、6ぐらいだったよね。やっぱ YouTube とかで僕は見てるんで。でも俺の投げ方とかスピードが出ないんだよね。でもめちゃくちゃ速く見えますもんね、やっぱりね、映像で見ても。うん、体感は速いんだろうなって思うんですもんね。自分で、あ
空振りするやんか、うん、やっぱ早いと思ってパッと正面、うん、42ってなった、もし上原さんがチームメートじゃなくて対戦相手でいたらどうですかね。どうですか ね、 ねこんなめちゃくちゃコントロールいいピッチでもね、違う、コントロールいいって言ってくれるけど、うん、逆にバッターはデッドボールがないと思うから、まあ、絞りは安いですよね。 それがちょっと嫌な部分でもあるんだよ、うん、確かに、そう荒れてこない、踏み込んでこれる、うん、そうかそうかそうか、そうか、いいとこにもそういう部分があるんですね、うん、そういうのがあるんですよ、そっかそっかそっか、でも本当にいいピッチャーってみんなコントロールいいっすもんね。あ、前健、正弘、うん、みんなそのデッドボールの怖さはないじゃないですか、確か、うん、確かに、そんなにでも抑えるんでやっぱコントロールがいいんですよね、絶対に。やっぱコントロール、確かにコントロールあるピッチャーじゃ勝ってるかっていったらそういうイメージあんまないもんね。結果なんかこうちょっと波あるじゃないですか、ね、勝つとき勝つけど、うん、なんかこう確かに確かに。じゃあね、ピッチャーの話聞いてきましたけど、うん、バッターでやばって思った人、いやー、まあ僕ハヤトでも誰がこうやばい時に、いやでも安倍さんのやばいのを何回も言ってますね。あー、しんのすけね、その安倍さんは何があって、その強さと柔らかさがなんかこうどっちともあるんで。しんのすけってあれ山張って打ってる、いや張る時は張ってますよね。はい、山張ってそれが当たった時の打球やばいよ、はい、なんかその柔らかさとパワー、やっぱそれ兼ね備えるっていうのは難しいもんですかね。なかなか今だったら誰がいるんですかね、あの柔らかさと強さ。ないっすよ、ね、安倍さん、僕は安倍さんかもしれないっす。今一緒にチームでやってたから余計思いますけどね。今の年代的には近藤ってどう？あ、もうコンちゃんはでもまあ今年ね、めっちゃ去年ホームランすごい打ちましたけど、うんうん、そのバッターとしてはすごいじゃないですか、もう完成されて、うん、でもそのホームランっていう部分も入れるとトータルで見るとやっぱ安倍さん、やばいですけど、じゃあホームランやばすぎでしょ、うん、だったらもう安倍さんですか。あ、ホームランだけで言われたらまたね、バレンティンの60本か、あれはもう半端なかったですね。あ、バレンティンは、バレンティン最高強やったですね。あー、ホームランはヒットはやっぱ内川さんとかも確かにすごいですね。宮崎もすごいですね。うちね、内川、内川さんはすごかったですね。どこ投げてもなんか広角に打ってたイメージある、うん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 、内川さん右バッターのなんか最高打率かなんか持ってたんですけど、内川さんね、はい、あれは早いとは抜けない、無理です無理です、あ、無理なんだ、だって3割7分とかじゃないですか。いいバッターだったな、内川さんですね、うん、ヒットに関しては僕は内川さんですね。同じ右バッターとしてやっぱり真似できないですね。ホームラン、バレンティ、うん、ヒット、内川さん、総合が僕は阿部さんです、阿部さん、いい名前のあれ、ね、うんうん、なんか内川さんって打球にスピンかけるって聞いたんですけど、坂本さんもスピン、はい、あ、僕はもうそのレベルに行ってないですね。あ、まあでもなんかそういうこと考えてやってるからああいう感じで打てるんでしょうね。うん、やっぱり右打ちがやっぱうまいですもんね。うん、うまい。やっぱり抜群に。ハヤトのインコースの打ち方もやばいけど。あ、ちょっとバッターボックスから離れてるよね。あ、結構離れてるっすね、はい。あれ外角届くのって絶対思ってまうやんか。はい。届いてる？ギリギリ？届かない時、調子悪い時は全然届いてない。もうスライダー空振りしてる。そういうイメージあるけど、はいはい、でもインコースのさばき方がめちゃめちゃうまいのよ。うん、インコースのさばき方が、あの落合さんがこういうバッターのイメージがあるけど、隼人もそれができるようなイメージが俺の中ではある、うん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 、インコースだからあえて待ってる人って離れてるわけやんか、うん、離れてるっていうことはインコース苦手、苦手じゃないですけど、なんであんな離れてんの。僕がもうアウトローの変化球振りまくってたんですよ、うん、でこれ離れた方が振らへんちゃうかみたいな、そう今まで自分がこうストライクと思ったやつを振ってるわけね、振っちゃうわけじゃないですか、うん、ストライクそれ見逃したらボール、でそれはボールなんですよ、うん、でそれ振らへんためにどうしようと思ったら一回離れたんですよ、うん、じゃあ結構そ外がやっぱ遠いと思うじゃないですか、うん、で見逃す、見逃すボール、うん、あ、見れてるやん、あれ、あ、やっぱちょっと離れた方がいいなって思ってから離れ出したんですよ、うん、でその分やっぱ外のまっすぐがバーンってストライクいいとこに来たらやっぱ見逃しちゃうんですけど、うん、そこはもうじゃあごめんなさいね、うん、だから上原さんが相手やったらもう多分3球ごめんなさいですそこ通されたらもう負けみたいな、うん、その代わりちょっとこう中に入ってきたからちょうどは打てるよっていう待ち方みたいな、なんかそのまあ最近はもうだんだんねこう狙い球絞ったりとかするようになってきたんで変わってきましたけど、うん、アウトコースも届あれ届くか、まあ、届かなくはないですね、はい、うん、チョンさんが入ってきて、おう、そのチョンさん見た時にあすごいこの人って思ったんで、うん、え、どこすごいって思ったんですか。いやもうその打つことっすね、あの、まあ、足もめちゃくちゃ速かったですけど、うんうんうん、あ、チョンさん入ってきたの何年、
2010年ですね、うん、でわすげえと思って、やっぱその年いきなりまあ多分2割9分ぐらい打って、うん、ホームランも10何本打って、で次の年首位打者取ったんですよ、うん、で多分僕まだそうやって首位打者とかタイトル取る前だったんで、うん、なんかすごい同じ右バッターで年齢も近いし、うんうん、あチョンさんに負けたくないなっていうか、うん、そういうのありましたね。チョンさんに対してはライバルっていうよりかはこのレベルのバッターになりたいと思ってこう頑張ってましたね、この2010年11年ぐらい、うん、あだから自分のところこうなんていうか身近な目標みたいな感じだったんですね。同じチームの中に同じ右バッターで、はい、右そっか、左だったら新之助とかが左バッターとやっぱ右バッターちょっと違うんで、あんまりなんかこのライバル視とかはないですね、左バッターの人に対し対してはそうなんですね、はい、あそういうもんなんだ。じゃあ最後守備どうでしょう。さっきね宮本さんの話も出てましたけど、うん、宮本慎也さんですね、あ、はい、僕は一択っすね、まあ、岩瀬さんのあのグラブのこのなんていうんですかね、あの独特のこの吸い付きっていうか、うん、あれも僕プロ入って感動したんですけど、なんであんなボールがグローブに吸い付くんやろうっていうぐらい、岩瀬さんもやっぱあれでしたけど、やっぱ宮本さんですね。宮本さんどういうところやばって思いますか。いやもうなんていうんですかね、常にこう同じ動きでファーストにアウトにするっていう、それってなかなかできなくて、ハヤトは小坂さんとは被ってるの、あのジャイアンツで被ってるんですよ。被ってるんですけど、小坂さんあんまり試合は出てないそうですね。一緒にこう、まあ、2軍で一緒の時もあったんですけど、うん、ああ守備聞いたら教えてくれなかったです。もう教えてくれなかったって言い方悪いんですけど、その小坂さん自体があんまり喋らない人、はい、ね、小坂さんちょっと守備どうしたらいいですかって、うん、いや今のままでいいと思うよっていうふうに言われて、だから、うん、まあ、そう技術的な指導はしてくれなかったんですけど、うん、なんか本当寡黙な職人ってイメージがあるんですけど、うん、その通りの方なんですね、はい、本当に静かな方ですね、あ清水さんとは違うんですね。清水さんめっちゃ喋りますね。ずっと喋ってます。いや清水さんも小坂さんみたいな感じをイメージしてたんで、イメージはそうですよね。こちらにいらっしゃる、あれ全然違うと思って。清水さんめっちゃ面白いです。このチャンネルはそうやってね、あのみんながイメージしてる人を覆すっていうか、はい、あそんな人だったんだっていうのをやりたいわけよ。吉野さんは結構このチャンネルで聞くだけではそうね。結構くだけ、結構くだけ。ちょいちょいブラック出してくれますもんね。うん、いや本当はだからあいつはブラックなのよっていうのを世の中に出したいわけ。いやいやいや、なんでそんなネガティブキャンペーンしたがるんですか吉野さんの。うん、みんなが楽しくね。そうですね、このチャンネルは、うん、でもやっぱそっか守備は宮本さんか。でも本当にね、さっきもいろんな方の名前出てましたけど、鳥谷さんもすごい。鳥谷さんの守備がやっぱ甲子園であんだけエラー少なかったですし、ね、人工芝ってやっぱりね全然違いますよね。芝で、まあ、土のグラウンドと、うん、土のグラウンドが上手い人はもう上手いよね。いやまあ絶対に上手いですね。おしゃれ具合もやばくないですか。おしゃれすぎるし、ね、たまに、うん、なんすかそれみたいな時ある、うん、鳥さんそれどこで買ったんですかってほんまに一回聞いたことあるっすね、うん、鳥さんそのスーツどこで買ってんですかみたいな、普通にその辺で買って、いやその辺ではそれ着ないでしょみたいな、おしゃれすぎるでしょみたいな。おしゃれ、まあ、人が着ないものを着るっていう感じだよね。なんかでも本当おしゃれっすよね。おしゃれ、髪型もいつも絶対おしゃれっすもんね。おしゃれでもお前も結構おしゃれ。いや僕はそんな結構なんか遠征とか言ってもうなんかみたいなサングラスしてや、いやいや全然使えないじゃん。言い方ちょっとみたいなサングラスしてないですから。